こんにちは、この花の寒月です。今日はこの花について少しお話をしてみようと思っています。私がお店を始めたのが約17年前になります。ご存知の通り木綿着物中心のお店です。始めた時は普段着物でも大人のおしゃれが十分楽しめるんだよっていうことと、着物って着やすくて心を豊かにしてくれるんだよっていうことをお伝えしたくて始めたお店です。その気持ちは今でも続いております。最近それに加えまして、この花の役割が増えてきたなと感じることがありますので、そのことについてお話をしたいと思いました。その役割っていうのは、デパートやイベントに出た時にご相談や質問をたくさん受けるようになってきたんですね。例えばお店に行きたいんだけれども敷居が高くて入れないだとか、何から揃えたらいいんですかとか、コスト面ですね、あとコーディネートのことなどたくさん聞かれるようになりました。着物って潜在的に着付けが難しそうだとか費用がかかりそうっていうイメージがあるんですね。実はそんなことはないんですよっていうことをお伝えしていこうと思っています。着付けも以前上げた動画なんですけれども、肌襦袢から切る動画を上げております。そちらを一度ご覧になられて、意外と着付けって簡単かもって感じていただければと思っております。金額の方も上質なワンピースぐらいの価格と同じぐらいと思っていただければ大丈夫だと思います。ちょっとした質問やちょっとした相談がなかなかできにくい状況なんだろうなって感じております。この花は着物を始めたい方の背中を押す役割だと思っておりますので、いつでも気軽にお尋ねいただいたらと思っております。あと動画を見られてこの花が気になってわからないまま見えられる方もいらっしゃいます。わからないまま見えていただいて大丈夫です。わからないそのままのあなたで大丈夫です。まずはどんなものがあるのかなって見えていただいて、見ていただいて触れていただいて、反物を自分に当てていただいたりして、着物っていうイメージを膨らませていただければいいかなと思っております。逆にお店に行きたくても敷居が高くて入れないっていう方もいらっしゃいます。着物屋さんってどうしても販売員さんがすぐに寄ってくるっていうイメージが強いんですね。販売員さんは、商品説明をしなくちゃいけないと思っているので、すぐ接客をしがちになっています。そういった点ではこの花では緊張せずにゆっくりと見ていただければと思っております。基本的に積極的なお声掛けはしておりません。まずはゆっくり見ていただいて、お店に来るというだけでもドキドキしていらっしゃると思うので、お客様には緊張のドキドキよりも、ワクワクして楽しんで見ていただければいいなと思っております。ゆっくりご覧になられた後で、わからないことなどがありましたらお気軽にお尋ねください。皆様がワクワクした気持ちで見えていただけると本当に嬉しいです。今日はこの花について少しお話をさせていただきました。普段着物がお好きな方から愛されるお店でもありたいのと、愛される動画も作っていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。